いくぜベイビー学内 IP テストの詳細がキャンパスウェブに出ています試験の日程なんですけど1月26日火曜日から1月29日金曜日その期間の10時から16時30分の間に受験開始で所要時間は約90分、えー、試験自体は1時間なんですけどフォーム記入したりなんだで ま、あ30分はかかんないんですけど、ま、あ一応念のため90分取っておいてください。申し込み期間が12月10日木曜日から12月16日水曜日、今週の水曜日までなんで、忘れずに申し込んでください。アジアイベロ IC の1年生から3年生は無料で受験できるんですけど、Google フォーム上での申し込みは必要です。4年生プラス英米学科の人は有料受験になりますんで、 受験料 3, 円を千葉銀行の口座に振り込んでください有料受験の対象者は Google フォームでの申し込みと受験料の振り込み両方揃ってあと IC 学科で650点未満の人は試験監督付きリモート試験監督付きの受験になりますんであの Google フォームの申し込みの最後のところにですね IC 学科650点 でで点未満ですかはいいいえっていうところありますんで記入してください。で650点未満の人は後ほど業務課から連絡がいって 何何日の何時に受験してくださいっていう風に受験の日時が指定されますキャンパスウェブのあなた宛てのお知らせに「統一 IP オンラインの申し込みについて」っていう文書と「統一 IP オンライン試験の実施について」っていう文書両方とも PDF で上がっています確認しておいてください Google クラスルームにも同じファイル一応念のため上げときますねでは Week12 のスタディログに頂い,いた質問と コメントに返答していきます。 ABC の自動更新解除のやり方がわかりません。もう一度教えてほしいです。ABC の立ち上げるとこういう画面になってます。ホーム画面。ホームって書いてある左側。私の場合だと M っていう風になってるんですけど、マサヤで登録してるんで。で、そこを押すと自分のアカウント情報が出ます。で、このアカウント情報の中ほどに利用プランっていうのがあります。 でこの利用プランのところを押すと現在のプラン a b c ドプロお客様の a b c ドプロは2020年12月13日で終了しフリープランへ自動で移行しますでこのフリープランへ自動で移行しますっていう風になっていたら フリープランっていうのは無料プランなんでお金引き落とされないっていう意味ですもしフリープランに移行しますっていうのが書いてなかったら自動更新になっちゃってるんで、えー、それはその下の料金プランを変更するっていうところで自動更新の解除をしてください なななかなか、C、から抜け出せなくてて難航していますこの C っていうのは ABC 度の語彙レベルのことを言ってると思います ABC 度ホーム画面予測スコアの下に語彙レベルっていうのはありますよねそこが C でなかなか C からで抜け出せなくて難航していますということですしかし最近単語を覚える時に「これなんだっけああなるほどね」とリアクションを声に出して言うようにしています 少ししし記憶しやすすくなりましたいいですねこういうふうに相違工夫してどうやったらよく覚えられるんだろうとかどうやったら効率よく学習できるんだろうっていうのを自分の頭で考えて想像力使っていろいろ試してみるっていうのはすごくいい姿勢だと思います。皆ささんも是非見習ってください 今週はやらない日が多くて目標時間を達成できなかったので反省して来週は余裕を持ってやりたい。はい。来週は余裕を持ってやってください。目標を達成できるように頑張ってください。もう13週目だなんてあっという間です。今週も頑張ります。もう13週目。 終わって今日から十四週目ですよね。あと二週間で、えー、このコースも終わりです。ただこのコース終わってから一月の IP テストまで四週間あるんで、最後の動画でその四週間の間。 こういうことやってくださいねっていう学習アドバイスをしたいと思います期待していてください皆さんそろそろ ABC 度の3ヶ月の契約が終わると思うんで、えー、それ終わった後14週目の後半と15週目にやるリーリングの模擬問題を Google クラスルームの方に上げときましたリーリングの模擬問題5セット500問それを使ってリーリングの模擬問題に挑戦してくださいこの動画は以上ですもう1本今週の課題について 話している動画を上げてありますのでそちらも見てくださいそれではまた